保安器保安器とは、電源線や通信線において、雷やサージなどによって引火された異常電圧、異常電流から機器を保護するための装置である。電源線、通信線には、落雷や風災害に伴う電力線接触などで異常な電圧、電流が回線に加わることがある。これらから機器を守るため、保安器は通常の送電、 通信に使用される電流、電圧はのまま通し、異常電圧の因果、異常電流の混入があった場合に、設置線に、その異常電流を流し込む。保安機の種類によっては、この時に線路を絶縁するか、高抵抗にすることも行う。これらにより、電話機や端末機器が被害を受けることを防止する。保安機は、規定の設置抵抗を持つ、設置線に接続する必要がある。 この作業は、回線事業者によって電柱などの設置になされることが多いものの、場合によっては、建物内の設置に直接、もしくは、バイパス用の保安器、または、開き。詳細は後事を通して接続が必要な場合もある。この時の工事が正しくない場合、最悪、危機焦損などの事故が起こることもある。保安器は、サージ防護機器の一種でもある。 しかし、ISDN や ADSL などの普及で、アナログ電話機などのサージに強く構造の簡単なものだけでなく、異常電圧に対する耐性が低い、パソコンやネットワーク機器が通信線に接続されることが増えている。耐圧、耐電流の関係から、加入者保安機だけでは、機器の破壊事故を防ぎきれないケースも多くなり、PNPN 型のサージ防護サイリスタや、 高性能飛来管などを採用した対策用品及び通信用飛来機を追加することも推奨されている。優先通信用の保安機は、信号線と設置線の間に三極飛来管や三下炎、バリスタアバランシェダイオード PNPN PN サイリスタなどを単体もしくは組み合わせて使用する。また、信号線に抵抗やヒューズなど、過電流を遮断する素子を入れることもある。 加入電話や INS ネット64などの ISDN 改正を加入者、各家庭や事務所などの宅内に引き込む際、電柱上の架空線から引き下ろす、屋外線、引っ込み線、ドロップとも呼ぶと、加入者側の電話機や端末機器を接続する、屋内線との間に設置する、加入者との責任分解点の役目も果たす。一戸建て住宅の場合、 住宅の外壁の木下に灰色もしくはベージュ色のポリエチレン容器保安機器鏡体に入った保安器を取り付ける。アパートマンションなど集合住宅の場合は建物内の MDF 主配旋盤と呼ばれる端子箱に複数回線を収容できる保安器をまとめて収納する。雨を避けられるの木下に設置することが多い。5号型まで円筒型や四角い灰色。 6号型で、ベージュ色の今日、体が採用された。なお、6号型加入者保安機は、今日、体と保安機本体が分離できるようになっており、回線や設置場所により、適切な保安機を入れることができるようになっている。集合住宅の MDF では限られた容石で、高い線を収容する必要があり、小スペース化を図った7号型保安機の採用が、始まっている。 1973年導入の4号型加入車、保安機は炭素飛来機とヒューズを組み合わせたものであった。その後1983年に導入された5号型加入車、保安機では三極飛来管と関熱ブレーカーを組み合わせたものとなった。現在の6号型保安機は下記のものが使用されている。その他、東京通信機工業株式会社が MT20 保安機という小型保安機を開発しており、8回線、10回線、対応のものを発売している。保安機は、加入者宅のみならず、交換機、基地局の伝送装置などでも、信号の入出力部分に使用される。これらの場合、多数の回線を特定の1箇所で取り扱うことから、保安機も、小型化の工夫がなされたものが使用されている。例えば、 交換機用の保安機では、三カーエンバリスタ、抵抗機、三極飛来管を組み合わせた、混成集積回路保安機や、PNPN サイリスタを使用している。また、機器に接続する、電力線から通信線、もしくは外線、内線間の家電や防止を図る際、両方の設置を直接つなぐことができないか、設置線の直結が適切でない場合がある。この時に、 二つの線の境界で、それぞれをバリスタ、飛来管を通して共通の設置につなぐバイパス用保安機が用いられる。2010年3月現在、r s 4 2十に RS485 用の回線用保安機が販売されている。無線局のアンテナ、空中線は電波の送受信を良い条件で行えるよう、高所や高い等に設置される。そのため、 落雷と、それによる、無線設備の破壊というリスクも伴う。アンテナ落雷時に、無線設備への悪影響を小さくするため、無線設備用の保安器を、アンテナと、無線設備の間に接続することが多い。その素子としては、飛来管などが使用される。また無線局では、両端に N 型などの同軸コネクタを持った、同軸飛来機が利用される。飛来効果を高めるには、 単に保安機、飛来機を設置すれば良いものではなく、火器のことなどを含めて考慮し、飛来機の選定を含めた対雷設計を行う必要がある。CATV では、加入者宅へ引き込む信号線に CATV 保安機を設置し、落雷による異常電圧で、宅内受信機器、テレビ受信機などが被害を受けないように対策する。対抗性に優れた ステンレスなどの金属製容器にガスアレスタやヒューズを使った保護回路を内蔵した製品が対応される。都市型 CATV では高い周波数を利用した他チャンネルの提供が行われていため CATV 送受信機器メーカーでは TV 信号を十分通す高い周波数帯まで保証した製品を販売している。また CATV も利用したインターネット接続サービスに対応した。 に出力系の製品も採用、設置されている。光ファイバは、導電性でないため、雷等からの保護を目的とした、保安機は不要である。ただし、屋外線の引っ掛け事故から、宅内設備を守るなどの目的を持った光、生誕キャビネットを、保安機と呼ぶことある。交流搬送回路用に、保安機が存在する。かねてより、 保安機に電話盗聴用の無線発信式盗聴器を装着される事件が発生しているとされる。3号、4号保安機では内部のヒューズを同じ外観の盗聴器に交換する手法が多用される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。